はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、KD です。ストーカーロストアルファの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、この先にあるですね、コールオブプリピアチですね、コールオブプリピアチで、登場したあのちょっと変わり者のノアさんですね。ノアさんの船にそっくりな船を見つけて、でその中にいる奴らにやられたっていうところで終わったんですけど、ロードしたらですね、もう早速見つかっている状態だったので、ちょっと一旦今引きました。あと前回これですね、最新式アノマリー探知機、これも取れたんで、そうですね、ちょっとまず弾を変えて、でちょっと整理整頓、よし、こんなもんですかね。で、どうやらここはですね、この辺りは後々サブタスクでもう一度来なければならないらしいので、そうですね、あんまり無理しないで、もう抜けちゃってもいい感じもするんですけどね。ちょっとノア、敵がいる。死んでないな、多分。赤い。死んだかな。いや、マップに、左上のマップに死体のマークがないっていうことは、死体のマークあるかな。うまい具合に当たってくれたかな。ノアの船にそっくりな船だけ探索したらもうおさらばしますか。ちょっと怖いですね、ここは。弾回収して、お、結構状態がいいですね。じゃあこっち側弾抜き取って、こっちの銃使いますか。うん、60発、ちょっと値段の高い弾ですけど、今撃っちゃいましたしね、 5.45。 この弾を使って、よし、
ちょっと上が気になりますね、これ。ああ、その辺もなんか怪しいけど。今のところ敵の反応はしないんだけど、船の中に戻ったかな。ちょっとここでクイックセーブですね。多分船の中にいるんで、入るな。グレネードを よし、一人倒したんじゃない今。よし、倒したかな。死体の反応がミニマップで3つあるんで、よし、オッケー、クイックセーブー。多分これね、ノアが乗っていた船だと思うんですよね。でもどうやってノア、この船をあそこまで持っていったのかっていう。状態悪いんで、弾だけいただきましょう。やっぱこの銃強いですね。この銃は確か強いんだけれど、確か劣化が激しい銃だったと思うんですよね。その並外れた撃ちやすさ、高い操作性と軽さにより、この武器は高い精度を誇るが、汚れには非常に鈍感、敏感で、過酷な環境下では常に調子がいいとは限らない。確かにすぐ劣化してすぐ修理しなきゃいけない銃っていうイメージがあるんですけどね。ロスアルファではどうなのか。性能は申し分ないんですよ。でスコープも多分つけれますし、新たな隠し場所、車両整備場。場所は？あ、近い、あ、近い。近いって、ここ前回の動画で戦ったガソリンスタンドみたいなところですね。中に行けと。フラッシュライトと、
弾を抜き取って、なんかないですかね。もしかしてノアさんしとかいないですよね。死んだ中にノアがいるとか。大丈夫だ。これも電池ないんで、捨てて、さっき取った新しいの。お、なんだ今。こんなところに隠してるショットガン。ハンティングライフル強いのかな。いやでもこれ別に普通のハンティングライフルじゃないかな。この猟銃はポピュラーであるが、突起事項はないですよね。普通の多分何にもす、わっもう壊れちゃってるし、これはもう捨てて、これが後々あれかな、ノアさんが使うことになるのか。なんかないですか、こういう裏とか。いやー、隙間にアイテムがない。冷蔵庫は？ああ、上から攻めてし、グレネードぶん投げるっていうのも手だったかもしれないですね。確かこんな船だったと思うんですけどね。こんなところに、どれだ今拾ったのは。これかな、これかな。45口径、一応状態がいいんで店に売ることができるんですよね。なのでもっと持って帰りたいんだけど、重量が、食い物はいらないかな。下ばっかり見てるとこう上にあったりしますからね。
ビールもいらない。プレッサー9ミリいらないな。このスコープはつけれるかな。つけれない。なんか改造してつけるようになるんですかね、もしかしたら。スコープを備えるこの改造を施せばつけるようになるとか。お金を無駄にしたい方は番号 8-999-5-23 のシドロビッチまで。お手シドロビッチさん、お金の無駄いやでも今のシドロビッチ本人じゃなかったですよね多分。メッセージ履歴、うん、この人だ。ミコライさん。ミコライさんがお金の無駄遣いをしたい方はシドロビッチに電話しろと。この人シドロビッチを陥れようとしてますね。こういうなんかどうでもいい細かい設定とかなんか好きなんですよね。ついついこういろいろ考えてしまうというか。で、さっさとこっから脱出しようと思ったんですけど、さっきこれですね、スタッシュ情報が出てしまったんで、あそこに行かないといけない。うん、ちょっとクイックセーブして、多分まだ敵残っていると思うんですよね、あそこは。真正面から攻めるのは得策じゃない、なさそうなんで。危ない危ない。そうそうそう、このね、音で分かるっていうのはやっぱいいっすね。ちょっとこの上もチェックして、調べる。ああ何もなし。お、食料と電池。食料はいらない。9×18m、 特殊弾一応もらっていこう。向こう側には行けないのかな。
いや、なんかいけそうだな。この辺。ああ、スタミナがアイテム重すぎるから。怖いな、ちょっとクイックセーブして、落ちたら多分なんか上に行けそうなんだけどな。うまくこの柱を伝って一度こっち側に、危ねえ。ちょっと待って、これはいけない。あっ、おー、いけないかな、さすがに。この上ちょっと難しいですもんね。ジャンプでどうこうなるとかそういう感じじゃないし、問題どうやって降りるか。あぶね、あぶね、ああ、あれ、このトラック運転できないのかな。あ、さすがにトラックは無理だ。危ない危ない危ない。おお、久しぶり見たこのアノマリー。この辺にアーティファクト、暗くなってきたな。はじめにスタッシュの方に行くんだったな。敵の反応あり、一人。出てくるかなこれ。見失った。一回目に逃げよう。あれ。よし。
あ、いるいる。敵はこの辺だ。オッケー。よーし、これで、おおだけど持てないぞ。いやー持てないな。こんなところに RPG の、あ、もしかしてこの子、あ、違うな、これはまた違うんだ。やばい、暗いな。でもどうやら敵はもういない感じなんで、よし。あ、荷物が重すぎる。いやこれも状態は売ることができるんで持って帰りたいんだけれど、捨てるしかない。待てよ、ここでスタッシュ情報の、いや現在の位置はこれかぶったら見れないんですよね。いやいやいや、この場所は生き残ったマークスにとっての家になった、テーブルの下に医療キットや弾薬を隠しておくか。車両整備場、テーブルの下ですね。じゃないかな。テーブルの、あ、これか。箱を調べる。あー、まあ、回復いただいて弾と、あ、まあ一応すべて取る。荷物が。何人か僕倒してるはずなんだけど、死体はもうないですもんね。
た、銃が落ちてる。あとあいつが初めいた部屋、ここか。もう喉渇いた？さっきソーセージ食ったからか。不思議な。いや、特に何もなし。多分そのサブタスクが発生すれば、なんかアイテムがあれですかね、また出現するっていうか。23時、一眠りした方がいいですね。暗いですし。よーし、ちょっと一眠りして、またフラッシュバック。はい、そうですね。で、時間ちょうどいいので、今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。